イタリアでは主に前菜とデザートをメインに、まあ、調理はしてたんですけども、まあ、イタリア人は大抵食後にデザートを食べるんですけど、ベストとか、そういう文化とかも、まあ、このお店で広めていけることができたらいいなと思ったんです。お店のこだわりは、まあ、もちろんピッタなんですけども、チーズやトマト缶など食材はイタリアから厳選したものを取り寄せられてます。それにトッピングする野菜などは鮮度の食材を中心に使っていこうと思ってます。イタリアから輸入した秋釜と本格ナポリピッツァと厳選したワインをお楽しみいただけます。当店はイタリアの食材と三重県の食材を兼ね合わせたイタリア料理ピッツェリアを目指しております。これからもどうぞよろしくお願いします。